皆さんどうも、日本のディフェンダーことリポートの中澤雄二です。今回はですね、あの日本の食を支える野菜作りの現場に来ております。うちのおふくろのおじいちゃんおばあちゃんのところが農家でして、すごくお米も作ってますし野菜も作っていたので、ちょっと昔から子供の時からすごく興味がある現場なので、今日はちょっとワクワクしてますね。今回はですね、あの千葉県にある佐世ファームさんというところにちょっとお邪魔してですね、夏休みになると必ずそのおじいちゃんおばあちゃん家に行って、朝から晩までずっと田んぼの中、畑の中、林の中、森の中って遊んでたんで、この農家さんの雰囲気すんごい好きなんですよ。おはようございます。おはようございます。今日よろしくお願いします。今日はすいません、なんか手伝ってもらってくることで、よろしくお願いします。ピーマンですよね、これは。ピーマン選別しているところです。選別ですか。はい、サイズとあと A 品とか B 品とか。これはもう手作業で必ずやるんですね。はい、手作業で収穫して、手作業で選別して、はい。この時点でなんかもう、あ、このピーマンは美味しいなってか分かるんですか。ヘタのこの角の数見てもらって、五角形のと六角形のとか違いがあるんですけど、はい、六角形の方のピーマンの方が美味しいです。六角形のヘタがあるピーマンが美味しいって、はいはいはい、スーパーで買う際にはやっぱそのヘタの六角形を探す、はい、これ触っても大丈夫ですか。はい、どうぞどうぞ。これが今、これは、あ、これ六角形ですか。これがスーパーに並んでたら確実に買っておけ。赤ピーマンってすごい色いいですよね。色いいですね。めちゃくちゃいい色してますよ、これ。これは酸味と甘みがあって、フルーツって感覚、はい、25日か30日くらいすると完熟するとこれになる。あ、これを完熟させるとこの色になる、ね。まあ、でもピーマンってこう嫌いなお子さんもたくさんいらっしゃるじゃないですか。そうですね、苦いから嫌だって言うんですけど、はい、収穫に来た人とかお子さんいて食べると、あ、美味しいって言ってもらって、掘りたてのピーマンをかじって帰るだけでもしかしたら好き嫌い治るかもしれないですから。治りますね。子供たち連れていきましょう。今日はあの冬場に向かってレタス今うちで作付けするので、はい、レタスをしてもらって、はい、いろいろうちで作ってる野菜を収穫してもらって、はいはい、それをまたその後食べてもらって、はい、嬉しいですね。時間と労力がやっぱすごいものですよね。そうですね、やっぱこれ全部手作業でですよね。これは機械でできるわけじゃないですもんね。ああ、面白いですね、こうなってるんですね。はい、尻のところちょっとつまんでもらって、抜ける。ああ、そう、はい、そういった形になって出てくるんですね。はい、あ、これ結構繊細さを求められるんじゃないですか。そうですね、はい、こんなんですね。じゃあちょっと四つ葉菓子開けます。これもブスって刺しちゃっていいですか。はいはい、これでちょっと砂をちょっとつまんでもらって、こういう感じで、はいはいはい、はい、あ、もうこれ完全に僕のとこだけ育たない感じかな、これ。これは教授、こいつもちゃんと重たいですからね。こいつもこれ持ってしゃがんでまた立ち上がってを繰り返すって腰とかも痛くなるんじゃないですか。なりますね、やっぱり。やっぱ収穫じゃないですかね、収穫の喜び、はい、手をかけたらかけた分だけ返ってくるじゃないですか。って言いますよね、なんかですよね。愛情をかければかけた分だけ返ってくるっていうのは聞いたことあります。はい、よし、ちょっと15メーターぐらい行きました。嬉しいです。ちょっとたったこれだけなのに膝と腰が痛いっていう。うわ、ありがとうございます。あ、これやっぱりこれ取っちゃっていいですか。はい、ですよ。これ、あ、ちゃんと。いや、お母さんはいつ何歳ぐらいからやられてるんですか、これ。お、もう小さいうちから。ちっちゃい時ですか。うん、じゃあもう自分の実家が農家であったから。見、出ました。あ、やばい、すごい大きいね、これは。こっち、あ、すごい、それすごいですね、すごい、あら、すごいや、あ、取れちゃった、あ、もう一個ついた。ちなみにこれ紅はるか、あ、有名なやつね。大きいな、これ、
ら綺麗だよね。大きくなったね。はいはいはい。こうですかね。はい、あ、こっちも。はい。行きますよ。はい。取れました。はい、おお。おっとっとっと。おお。うん、ワクワクする。ただ植えればいいってわけじゃないですね。そうですね。はい、潮風こう結構海近いんで、はい、塩害もあるし、したらもうすぐ水で洗ってあげて予防してあげないと。当たり前のように食卓並んでるんですけど、ちっちゃいことを一つ一つ、ね、一つやった結果僕らが食べられてるっていうことを改めてやっぱり知っておかなきゃいけないですね。そうですね。こういうのは秋だったらその台風を乗り越えて成長したレタスになるし、冬場だったらの寒さを乗り越えて一つ抑えレタスになるし、結構そういう過酷なね条件を乗り越えて作物も育っているので、はい、やっぱサッカー選手もそうだと思うんですよ。そうですね。どんなアスリートもちっちゃい怪我を見逃しておくと、それがいずれ大きな怪我につながってしまうので、5年後10年後にね、はい、そうなっちゃいますよね。なので、あ、まあ、野菜もアスリートも同じ。そうですね、やっぱりってことはちょっと分かりましたね、はい、わあすごい。ちょっとのねところのところ見逃しちゃうと後でちょっと大怪我しちゃうみたいな、はい、あ、おいしい。おそらくサイドバックかな。あ、これね、これはうまいですよ。これやばいですね、これ。